やはり全てのものにメリットデメリットがあるように、糖質にもそれはあります。時代は変わります。糖質制限はいつまで続ければいいのか。はい、日本の人にそう盛り上がるとこ、ミスタータビです。お願いします。はい、今回このじゃん、超簡単メガビタミン入門3、失敗例から学ぶ糖質制限とメガビタミンについて解説したいと思います。ちょっと待った、危険、安全、糖質制限。糖質制限ほど賛否両論が分かれるものってないですよね。危険だったり安全だったりと巷では多く議論が交わされていて、本書でもそのことについて超詳細に書かれているので、ぜひ動画を見終わった後に手に取って読んでほしいです。そして著者の小西先生は糖質制限を15年も実践されている方で、なんと1000名以上の方へ指導してきた、いわば糖質制限のプロです。早速ですが、本書の結論は、糖質制限は安全で効果のあるものです。小西先生の指導により糖質制限が成功する確率はなんと 80% です。むっちゃすごいやん、頼もしいと思った方もいれば、え、20% の人失敗してますけどとタピみたいに気になった方もいると思います。その失敗する理由はちゃんとあって、糖質制限を移行する過程で試行錯誤が必要になるからです。つまりそこには失敗しない条件があるので、ちゃんと守る必要があり、その条件さえ守れば成功率が驚異の 95% まで上がるとプロは言います。そしてこの糖質制限とこれまでの動画で話してきたメガビタミンを組み合わせると、お互いの効果を高められる相乗効果のあるものです。ぜひ皆さんにしっかりとやり方と失敗しない条件を覚えてほしいので、今回は1つ目に糖質制限が失敗する3つの理由、2つ目にプロが教える糖質制限の進め方、3つ目、糖質制限はいつまで続ければいいのかについて話していきたいと思います。糖質制限マスターに俺はなる。それではどうぞ。糖質制限が失敗する3つの理由があります。ですが一言でむっちゃ簡単に言うと、糖質制限が失敗する人はクエン酸回路がうまく回らない人です。え、クエン酸回路何それ。大丈夫、安心してください。このクエン酸回路については過去の動画で解説しているので、詳しく知りたい方は概要欄のところに貼っておきます。今回の動画ではむっちゃ簡単に説明すると、人間の元気の源、エネルギー ATP を体内で作るのに3ステップあります。つまりこの3ステップをホップ、ステップ、ジャンプと最後までスムーズにいけるということが元気な活力のある状態です。ちなみにクエン酸回路は2段目のステップの部分にあたり、いきなり糖質制限を始めてしまうとうまくステップまでいけず、ずっと1段目のホップでとどまるため、少量のエネルギーしか作れず、それが全ての慢性病につながってしまい、糖質制限が失敗に終わります。逆に言うと、すぐに糖質制限を始めて体調が良く何ともないよと言える人は最高に元気で健康な状態と自慢しても OK です。この元気で健康な状態の人はエネルギーを作るのに糖質だけではなく、脂肪酸から1段目のステップを飛び越え、2段目のホップ、ステップのクエン酸回路からエネルギー作りがスムーズに開始できるため元気です。冒頭でも話した 20% の失敗する方は、今から話していく失敗する理由と進め方を知らずに ATP、エネルギー不足、1段目のホップでとどまっている方です。そして大事になる糖質制限を成功させる心得は、絶対に焦らないことです。今から解説していきますが、この心得をずっと頭に置いておいてください。一つ目の失敗する理由は筋肉量不足の人です。筋肉量の多い人っていうのは、筋肉からアミノ酸のアラニンを放出して
浸透性といって、アミノ酸から糖を作ることができます。なぜ糖を作る必要があるかというと、一つは赤血球のエネルギー源として糖質しか使えないため、仮に糖質を体外から摂取しなくても、体は糖を合成しなければいけないためです。もう一つは糖はエネルギー ATP を作るのに簡単なので、どうしても糖質制限をはじめ、急に体に糖が来なくなってしまうと、体の中のエネルギー作りがうまく回らなくなるため、浸透性が必要になります。つまり筋肉量の少ない人は、急な変化に対応しづらいので、いきなりの糖質制限は体調を悪化させるのでやめておきましょう。二つ目の失敗する理由は薬害の強い人です。長期にわたり薬を服用してきた人は、薬害により栄養を吸収する腸の粘膜が弱くなる、リーキガットが発生している可能性があるため、腸の吸収率が悪くなり、高タンパクやメガビタミンなどの栄養素がうまく体内に取り込むことができません。本書で紹介されている失敗例で、薬の使用歴が20年の方がいて、胃や腸の粘膜が薬害によりやられていて、高タンパクやサプリメントが全く受け付けず、お粥を食べれるのがやっとだったそうです。ここまで薬害がひどくなってしまうと、さすがに小西先生をもってしてでも断念せざるを得なかったそうです。今後も薬により栄養が取れないケースがどんどんと増えると言われます。なるべく薬ゼロの生活を目指していきましょう。3つ目の失敗する理由は糖質依存の強い人です。ここが一番失敗する理由だと思います。糖質依存とは、つまり米や小麦、芋類など、特に砂糖や果実が食生活の中心にある方は、糖化といって体内で糖とタンパク質が結合し焦げて細胞が弱くなります。糖化のイメージはホットケーキのように、糖とタンパクが結合し体内の熱で細胞が焦げ茶色になるイメージです。それが肌やシミの原因になり、また一番危険なのは腸の細胞まで糖化してしまい、薬害と同様に吸収率が悪くなり、栄養を受け付けない体になります。さらに糖質依存の強い方は、エネルギー ATP を作るホップ、ステップ、ジャンプの1段目のホップでとどまってしまうので、 ATP 不足が慢性化し、急に糖質制限をすると確実に失敗します。藤川先生も甘いものが欲しくなってしまうのは、この ATP を作るのに糖質中心の生活の方だと1段目でとどまり2、3段目に行けないため、人間が生きる本能のもと手軽に ATP を作れる糖を脳が求めているだけと言われます。一度ここまでまとめると、 ATP をうまく作れないことが糖質制限を失敗する最大の理由になります。つまり逆に言えば、 ATP をスムーズに作ることさえできれば糖質制限が可能になり、糖質制限ができるということはイコール元気で健康な状態だということです。次はこの成功率を 95% に上げる進め方について話していきます。プロが教える糖質制限の進め方、最終的な目標は糖質がなくても元気な状態です。まずは糖質制限を進めるにあたっての概要から説明していき、なんとなくの大まかな流れをつかんでほしいです。イメージとして、現在糖質中心の方はエネルギーを作る割合がほぼ 100% になっています。その糖質からエネルギーを作る割合を徐々に 80%、50%、30% と減らしていき、そのままだと先ほど話した ATP エネルギー不足になってしまうため、糖質の代わりにタンパク質、脂肪酸の割合を 20%、50%、70% と徐々に増やしていくイメージです。この移行する流れをスムーズにできてしまえば、最終的な糖質がなくても元気な体になれます。ここまでの話は超大事な流れになるので、納得できるまで動画を見直して次に進んでください。
では具体的な進め方として、小西先生の手順をタピ的に5段階に分けると、1段目は今までの食事プラス肉類を5から10グラムプラス卵1個、2段目は今までの食事プラス肉を30から50グラムプラス卵を2個プラス EAA というものを 1g×3回、3段目は今までの食事プラス砂糖や果糖を半分プラス肉類を100から150g プラス卵を2、3個プラス EAA を 2g を5から7回摂ります。4段目はいよいよお米や小麦などの糖質を半分にし、プラス3段目の肉類以降の食事内容と同じになります。5段目は糖質を30から50g お茶碗1杯ぐらいですかね、プラス3段目の肉類以降の食事内容になります。ポイントを解説していくと、まずこの段をスタートするところは3つの失敗する理由で話したところと照らし合わせながら決定します。つまり自身の生活状況を加味したところです。そして決めた段の食事内容を 2、3 ヶ月継続していき、腹痛や下痢などの不調が発生しなければ次の段へ進んでいき、最終的に5段目を目指していきます。不調が出るようなら段を1段戻して、また数ヶ月様子を見てから進んでいきます。タンパク質の摂取として消化しないアミノ酸の EAA を使った方が、小西先生の指導ではプロテインよりも効果があったと言われます。注意点としては EAA は必須アミノ酸9種類を集めた優秀なものですが、 EAA だけを取ってしまうと必須アミノ酸から非必須のアミノ酸を体内で合成し始めるので、せっかく取った必須アミノ酸が実は体内で使われないパターンが発生してしまいます。その改善策は超簡単で、必ず EAA は単独で摂取せず、プロテインや肉類、卵などと併用して摂るようにしていきましょう。またメガビタミンはこのエネルギー ATP をスムーズに作ることを助けてくれます。ですがいきなりメガからは始めずに少量から始めます。おすすめはビタミン B 群、ビタミン C、ビタミン E、キレート鉄になります。サプリメントはどこで買っても OK です。参考までに概要欄にリンクを貼っておきます。そして並行して筋トレも行っていきます。いきなりジムに行かなくてもいいので、筋量の低い人は家で自重トレーニングをするだけでも十分に効果があります。継続してできる筋トレを取り入れていきましょう。これまでの話を守って進めていけば 95% の成功へ導いてくれます。ぜひ糖質を取らなくても元気な体を目指していきましょう。糖質制限はいつまで続ければいいのか、この回答は続けられるならずっとになります。どういうことかというと、やはり糖質中心の食事になってしまうと糖化といって細胞を弱くし、老化や病気の原因になったり、血糖値の乱高下によりホルモンが大量に分泌し、せっかく摂取したアミノ酸やビタミンが浪費してしまいます。やはり全てのものにメリットデメリットがあるように、糖質にもそれはあります。今まで話してきたデメリットを承知の上で摂取するのはその人の自由だから尊重していく必要があります。タピ的な糖質の落とし所として、病気や不調が改善するまでは糖質制限を取り入れていき、健康状態にある方は不足するタンパク質、ビタミンをしっかりと補充し、筋トレを実践することで美味しい糖質を食べる量が増やせることになります。つまり自分をゲームの主人公と見立てて糖質レベルをアップしていくように、気楽に行っていくのがベストだと思います。そして厚生労働省の定めている1日糖質 60% の現代食だと分子栄養学的に体調を維持していくのがとても難しいです。時代は変わります。自分自身で調べ実践して体調を守っていくしかありません。その手助けとして今まで話してきた糖質制限、メガビタミン、高タンパクは必ず役に立ちます。ぜひ決断して最高の体調を手に入れましょう。それでは日本の体操さん、もらいました。はい、次回はこの本、メガビタミン総称1、
命を削る断食消食について解説したいと思います。全く食べない断食やそういう無茶なダイエットはやめましょうっていう動画を次回は詳しく解説したいと思います。それではチャンネル登録してお待ちください。